ミュージカルメニューのコーナー、今日はモッズバンドザパーツカッツさんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。まずはじめに自己紹介していただけますでしょうか。じゃあリーダーが。俺リーダー。リーダー。あのリーダーです。今来ましたの。あの歌とギター。歌はあの口に書いて書いて歌。オッケー。影原です。よろしくお願いします。よろしく。なんか初めからなんか急にねスタジオ内冷えてまいりましたが、続いてはベースの松岡です。松岡です。まーちゃんよろしくお願いします。よろしく。そして向かい側、はい、ドラムの、西尾ズムツクです。ズムツクってのは何？いや、あのトとクの間に鼻がコアラ。鼻がコアラだよ、みんな。あ、本当だ、西尾くん鼻がコアラだ。ちょっと硬い鼻なんだよ、プラスチックの。いい響きでしょ。ね、このバックカッツの皆さん、私は前から知ってて、お友達といえばお友達なんだけど、なんで急にね、今さら他人行儀で話すっていうのもなかなか難しいんだけど、西尾くんがコアラっていうのは今日初めて知ったよ。昔から有名だったよ。本当？モッツバンドってのも今日初めて知ったんだけどさ。それも昔から有名だった。本当？なんだっけ、地域に根ざした。地域に根ざしたモッツ。そう。でしょ？富士のね。多少は何？多少？他の？うん。うん、多少もモッツバンド、みんな認めてる。そう。本当、コミックバンドかと思ってたけど。うん、全然違う。全然違うの。うん、それ誤解されてるよね。そう、オールはナッシング。本当？それではまずね、何はともあれ曲の方をね聴かせていただきたいと思うんですが、リーダー最初に紹介してくださる曲は、じゃあパイプカッツでカメムシくん。本当に虫だよ。いい音だぞ。草葉の影で生きている僕の名前はカメムシ君。朝露飲んでおはようさ。下が何聞いただけちゃうんだ。夜露を浴びておやすみなさい。あくまでも真面目だった。やっぱ人ってもその